それではではすね、次に行列の席とブロック分けについて説明します。ブロック分けというのはもともと行列がある時にその行列のをいくつかのブロックに分けるんですね。例えば A というのを4つのブロックに分けていますけれども A11A12A21A22 ですね。このブロックのサイズ型は別に全て等しいものである必要はありません。 例えば a が 3×4 行列の時に a 11は 1×1 行列でつまりスカラーでで a は 1×3 で a 21は 2×1 でというようなそういうふうに分けることもブロック分けとしてありえます。しかもですね今これは説明の都合上簡単のために 2×2 のブロックを分けてますが。 どういう分け方をしても例えば上と下だけに分けるとか横にだけ分けるとか 3×4 に分けるとかそういうこともやっても別に構いません全て同じようになりたちますがここでは簡単のためにですね AB 両方ともこのように 2×2 のブロックに分けているケースで考えます。でそうすると、まあ、以下の行列の席は全て席が定義できるようにサイズを切り分けているという前提で 話をしますが AB っていうのを計算するときにもちろん AB は定義されているわけですがこの時に、えー、AB の計算は A11B11 プラス A12B21 と、まあ、あたかもそのブロック分けしたブロックがですね数であるかのような計算式で表すことができるとただしまあ、えー、数ではありませんので、えー、順序を入れ替えたり、まあ、A11B11 のところを B11A11 としたりとかですね A12B21 を B21A12 としたりすることはできません。順序はきちっと同じにしないといけないんですけれどもこのように計算することができます。でまあこれのメリットは要するに例えば B12 っていうブロックが丸っぽう全部ゼロの成分であるとゼロ行列であるという場合にはですね計算がそこの部分の計算が全部落ちて簡単になるわけですね。 はい、要するに塊と見ることによって行列の積を理論的にも計算的にもすっきり見えるようにする見やすくするということですねそういう効果がある場合にブロック分けというのは使われますはいで実際これはどうしてかというとシグマ計算で行列の積っていうのは対応する成分をかけて足しているわけですけれども それを単に部分的に切り分けているだけで、それを具体的なこういうケースでちょっと見てみましょう。まずですね、120034002312とこういう行列があったときに、上から2行と左から2列で一つのブロックを作って分けることにします。つまりこういう感じでブロック分けします。右側はそれに対応して、この シアンの青色の薄い青のシアンのシアン色のブロックのところは2列ですからそれに対応して上から2行を取っています。でこの右側の行列も1列目と2列目分けてもいいんですけれども、まあ、まあ分けずにここはちょっと1つにしていますけれども分けた方がちょっと話は分かりやすいかもしれませんがとりあえずこのままやります。 で、えー、そうすると、この計算式はいいですね。1×2、えー。最初の2というのはあ、このグリーンの方の2ですけれども、1×2 足す 2×6 ですね。プラス 0×1 足す 0×5。という感じで、えー、計算されますね。はい。で、これを、それぞれ、そのブロックに所属する色でですね、色分けしてみましょう。とこんな感じになるんですね。はい。 そうすると、何がわかるかというとですね、例えば、これをかけたときの、えー、っと、かけた行列の上から2行と、上から2行ですね。上から2行はどうなるかというと、どうなっているかというと AP、AP プラス BQ になっているわけですね。AP かける BQ になっています。つまり最初のシグマのこの和の4つの、かけて4つを足すわけですが、そのうちの最初の2つの部分だけを見ると、それは、 えー、AP の、まああまあ、1列目の式になっていると。右側の方も AP の2列目の式になっているということですね。で、えー、0×1 たす 0×5 とかいうところ、0×4 たす 0×1 とか右側のところですね。この部分はこの BQ のお1列目2列目の式になっているわけですね。ですから、あ結局これは AP たす BQ と等しいということになります。 まあ、p を1列目、2列目に分けとけば、もうちょっと、えー、説明が良かったかもしれませんが、ここはまあ、ちょっと一つにまとめましたので、えーまあ、いずれにしろこのようにシグマの計算の部分を4つの、えー、かけて足すという部分を分、ブロックごとの範囲に分けて、分けたものっていうのが、要するにこのブロック分けの計算になっているということが分かってもらえればいいです。